さて、じゃああっち側の方向におります、これから。あれ、ラチェットーンが小さくなってる。どうした、ラチェットーン。下りは、そうですね。怖い、アバウトです。はい、フェリー17時20、GPS がハンドルについてない。後ろに自分で隠したから。よいしょ、フェリーはこれで最後に、あの船の上とかじゃなくて済むかな。冗談です。冗談か、なんだというと、なんか本当風に聞こえますね。さて、くだろう、前の横か。向こうの方はもう太陽が下ってきたから反射でよく見えなくなってきてますね。8キロか、17時20分、まあ楽勝かな。メリーは俺の彼女だ。あなたの。時間的にちょっと混むかもしれないな、フェリー。確かに。何が？展望風呂。フェリー、とりあえずフェリー乗っときたいけど、あまりにも時間が余るようだったら、あの仏像か観音様かはスルーしました。今日のコース、あの予定コースっていうのを見ていただくと分かるんですけど、見事にスルーしてます。ほぼ東側の国道沿い走ってないんですよね。夕食はフェリーじゃなくて、あ、明石焼きで夕食、明石焼き定食が美味しい店とかを誰か知りませんか。神戸ビーフ、あ、本当だ、神戸ビーフって書いてある。神戸牛のなんか子牛をこっちで育てるみたいな話があったんですけど、本当っぽいな。知らないですか、明石焼き定食。あの明石焼きとご飯がセットになってるんですよ。明石焼きはおやつ。おやつか。銀行パッキング、そうですね。でも夕食来るんだったらもうそこで終わらせるんで、まあそれはタイミング次第です。夕食は別腹。お風呂行かないの？お風呂は行きたいです。まあでも今日は前半は随分汗かいたけど、後半そうでもなかったな。いや、鳥川さんご存知の可能性高いんで、後で聞こうと思ってます。窓登ってる。雪のルートとかぶってます？雪のルートと、いや、今全然かぶってないです。アマイスのミルクのソフト。明日は休みではありません。配信しない。帰れなかったことは、いっぺん危なかったですね。あのマリオさんと宮崎の大久保さん、大久保食堂さんに、で夕食食って、で最終列車に間に合わなくなるところだった。本当にお風呂行くの？お風呂は少なくとも神戸に、神戸じゃないや、明石焼きでしか知らない。明石に渡ったら、マリオさんは自転車生主やってた人で、最近は放送されてないんですけど、ブルベの活動をしてるんですよ、マリオさん今。明石焼きは運営側に入ったりして。2時間、1時間以上かかるかもしれないけど、2時間はかからないかな。私は自宅で風呂入ると随分長い間入ってるけど、あの温泉とか銭湯だとすぐに湯立ってしまうんで。ロボさんなら言う、鳥さんも一緒に乗り、特殊浴場、自転車種が入れ替わっていくな。アキレス腱のところに血が、これさっきあのやちさんの写真撮ろうとして下がって足をあのベンチで打ったとこだ。そう、自転車配信続けてる人少ないですよね。ファミチキさんって誰だよ。ファミチキさん、新幹線の最終で帰るんで、チキンさん。新幹線最終はちょっと辛いですけどね。まあ新横浜に10時ぐらいに着くやつに乗れればいいかなと思ってます。固着しますように、もうしないように、半端の付け方してるから逆に取れやすい。名前ネタ別に気にしなくていいから。もうそこのところは私にお任せを。私が適当に気のない返事をしていれば、そのうちに
とかいうネタバラシを自分でやってどうする。よし、ちょっとここで勢いつけて、今ちょっとハンドルが壊れたらやばい、ハンドルじゃない、フォークが壊れたらやばいけど、そう大丈夫大丈夫、なんか自転車の調子が戻ってるな。あ、ですか、ありがとうございます。はい、あ、気持ちよろしいですね。うん、セミナーは私はスイスイ人を集めるために奔走しているわけでは、ある意味そうだけどある意味違う、つまりどちらとも言える。あ、大丈夫ですかね、カメラ GoPro 画角がむちゃくちゃ広いんで、あんまり多少ずれてても全部映ってるんですけどね、ウェブカメラはそんな広くないからな。おお、いやらしい、この匂いは畜産関係の匂いかな。うわ、今風車はあの回らないように風に対して水平になってますね、羽が、ブレードが。うん、広角レンズ、あ、ちょっと酔いそうになることはあるのかな。うん、船はそうです、道の駅のちょい南あたり。声も出ない。声も、そっか、今放送では繋がってなかったか。淡路島って一周するのには手軽そうだよね。一周、そうですね、3日ぐらいで。電波悪いか。そっか、地元では卵焼き言うんだったね。卵焼き、明石焼きのこと、そうそう、言ってましたね、コメントで。はあ、今日は上りで前半結構疲れたな、後半は妙に慣れてそんなにきつい感じじゃなかったけど。卵焼き定食って普通にあるようです。卵焼き定食、ロボさんよよ、おいいよ、あれかな、最近私は最近知ったブロントさんかな、俺の怒りが有頂天とかいうあの書き込みを過去に残した人。あれ、画像止まってる。ん、あ、今電波良くないみたいですね。ロボさんのアンポンタン、うん、アンポンタン聞こえてる聞こえてる。メタン高速船発着所っていうのがあるので、たこ焼きがおかずって第二第二世代小石さん、古い語の石、古い言語の語に石。元気ですね、元気でございます。今大丈夫ですかね、来てるかな。卵焼きちゃうで、卵焼き屋で。何が違う、オッケー、大丈夫ですか。そう、頂点、あの動画でその名文句を、名書き込みをあの並べてあるやつあるんですけどね、やっぱあれ1回目に見ると死ぬほど笑うな。私は声が出ない笑い方なんで、腹が痛くて痛くて、卵焼き嫌がった。ご飯の方か。ここ道綺麗ですね、そんなに新しい感じじゃなさそうだけど綺麗。お、道の駅淡路まで5キロで出た。ってことはもう近いな。入る。フェリー発着場から道の駅まで。私声が出ないんですよ、あの本気で笑うと。お前のケツは何色だ。
と書いて。ん？あ、結構登るわ。今の花さじきのことかな。でかっ。でかいコーン。笑わない。でも写真にするときには笑い顔に見えるように歯をむき出しにして写りますけどね。あ、ここに来て風か。そう、ニヒルな。ニヒルってどういう漢字書くんですかね。ニヒル家にキャキャ。あ、佐の近くにあるのがフェリー乗り場かな。うん、佐の近く、佐岩屋港っていうのは地図に載ってると思いますけどね。お菓子焼き食べる食べる。鶏ガラさんに美味しいとこ連れてってもらおう。でも地元の人、そういうあの地元の名物みたいなものについてこだわった美味しいところ知ってるかどうかっていうと、例えば私が福岡で、明太子の美味しい店に連れてってくださいとか、豚骨ラーメンの美味しい店連れてくださいって言われると困る。結構困る。まあ博多ラーメンで言ったら定番なのは長浜ラーメンとかでしょうけどね。私が知ってた頃は店に入るのに人数分の、あの2人ですとか3人ですとか掛け声かかって、注文の必要はなくてその人数分ラーメン出てくるっていう。あ、サービスエリア。まあまだか。ゆっくり一日休んでね。ゆっくり、まあそうしたい気持ちもあるな。名物ですよね。まあ菓子焼きとか、まあ大阪だったら例えばたこ焼きなんかどうなんだろう。地元は普段食べていて飽きないものを食べるから。ああ。鶏ガラさんはまだ聞いてないです。大丈夫です。だから絶対今日素直に寝られないよな。特にこういう日焼けして暑い日なんかは夜妙に寝られない。あるある。それ名産なんだのっていうのはわら。ん、それがあ、でかい仏像だ。元気いっぱいって確か怒られたりするところですよね。なんて書いてあったよ。びっくりした。何かと思った。人のことは言えないが何かだと思った。デリオブ、またデリか。このデリ好きが。デリバリーピザとかですかね。とか実際そんなに日常的にデリって呼ぶもんなんですか、男性の人。木村屋、そうなんですか。今巨大観音像ありました、ありました。これセミか。なんか局所的に鳴いてるな。ですね、なんとか鏡観音って書いてあったみたいなんですけど、ちらっと見てなんか悶絶観音って見えた。観音、今映りませんでしたかね。写真はちらっと撮りましたけど、ちゃんと映ったかな。焼きラーメン食べたい。焼きラーメン、前作りましたね。和田アキ子のパッケージの。戻らない、見せない。うん、ん？え？あ、これが車来てたから。あ、あ、J 公園、あ、ロジホームか。うん。毎日。デリ生活。デリデリ。デリ呼べば。デリ呼べば。デリデリ。食べに。うん。私もピザ頼んだって自分の部屋で頼んだことないな。友達ん家で頼んだことあるけど。
ットピザ、アットピザ。県立淡路島公園右に行ってしまうと中に入って出るの時間かかるな。まっすぐ行こう。店。うん。眠れない場合発信し。まだ写真とか全然整理できない。ん？なんとか観音が1100m？観音像の高さが1キロメートルってことですか？スカイツリーが何メートルだっけ？ピザデリ頼んできた時は感動。何会場？出前ラーメン。ああ、出前ラーメンって取ったことないな。出前ラーメンか。武蔵って覚えてください。武蔵、武蔵。あ、そうだ、武蔵でしたね。そういや、そうだった。ここが武蔵の高さだっていうのを見たの、この間、どこだったっけ？ああ、もう忘れてる。確か、三つ峠の時だったかな。三つ峠の時だったような気がする。で、海の高さ、まだあんなところか。お父さんに、デリ城。神戸。サンキー。こっちの道は登りたくないな、あんまり。ちょっと自転車で登るには変化がなさすぎてきついですね。緩いにしたってこの登りをずっとこれ永遠登っていくのは精神的にきつい。今日もう終わりっぽい感じだね。終わりっぽい。もうそろそろフェリー17時20分だとちょっと余るかな。17時とかだったらぴったりなんだけど。起きしてるか。それはご自由にご想像ください。ちょっと答えられないから。今歩いてる人どっからどこまで歩いてんだろう。あ、上のあれなんでしょうね。人いましたよ。今日は50キロ、50何キロぐらいかかな。よっとよっと。乗り場の看板が出てこないな。右回り。うん。いろいろ混じってるな。すぐできるか。明日もできるかどうか怪しいです。まあ明日か明後日ってことで。沼津。A2 駐車場ってこれ何の A2 なんですか。うん、何入った？あ、多分それです。最長記録は200キロちょい。200キロちょいを11時間59分59秒で走りました。走り切りました。油はちゃんとしたもの使ってないと吐くよね。吐く。ロボさんの一番好きな食べ物は何？うん、食べ物、もちもち言ってたんですけど、そればっかり食ってるとさすがにきついんで。トータル一番好きな食べ物って何だろうな。餅とか茄子が好きなんですけどね。で、餅は餅料理というジャンルがあるけど、茄子が茄子料理っていうのがないのかな。デリ。ピザしか知らん。200キロは前に一遍ブルベのコースを勝手にスタート地点も変えて走っただけなんですけどね。あ、海だいぶ近づいたな。ちょっと写真撮りたいけど。よっ。あ、観覧車が過ぎてしまった。油で。飛ぶと。よいしょ。帰りの電車の中で泣いたりしたことはありますか？泣くとは。会議。明日会議ない。すごい。海岸の明石とかあれ神戸どっちなんだろう。見えてるのは。なんか今この流れがおかしかった。この流れがいい加減にしろ。ぶっ転がすぞ。容疑者、ああ、そう、高橋容疑者に似てるっていうのはよく言われましたね。まあ似てたからって同じ犯罪を犯すわけでもないし。
どこだ乗り場。どこだったっけ。うわあ。ありがとう。いや、こっちだと思います。多分。途中で右に降りるところがあって。でもあれ写真撮りたいな。あ、ちょっとこう写真撮っときます。やっぱり渡って。左に行ってどっかで右ですね。おお、戻りました。小川さんは今一緒です。よいしょ。ああ、ちょっと電線が邪魔だけど、明石海峡大橋っていう名前だったと思う橋。よっと。似てると言われます。明石大橋なんでしたっけ、あれ。海峡とかつかないのか。明石大橋で、橋の上をですね、アリみたいなのがいっぱい動いてますね。アリみたいなやつらが。海峡大橋でいいんですかね。来島海峡大橋っていうのもあるから、なんか間違えてるかなと思ったんですけど。おお、これどこの敷地内にあるんだろう。何になりたい。私の例えば部下になりたいとか話だったら、まあいいや。神戸新site、あ、これですか。そう、アリみたいな点々が。どうすみか。本当にもう、いや、いいよ、いいよ、いいよ。あ、サービスエリアの中なんですか、あれ。あそこの青い観覧車のゴンドラの中、熊野プーさんが乗ってるようにしか見えないよ。なんかあそこに熊野プーさん乗ってませんか？なんかカラーリング的にそう見えるんですけど、なんだろうあれ。何のフラグを？フラグを立ってないよ、フラグは。後で写真確認しよう、本当にプーさんだったか。ゴンドラの中に、上に丸い黄色いもの、間に赤い帯状のもの、下になんか丸い黄色いものがあって、あれってプーさんのぬいぐ、爆死、風船か、まあ、ぬいぐるみみたいなものが乗ってんのかなと思ったんですよ。キンバエ？あ、キンバエってなんか最近有名、最近読んだ。わあ、嫌だ、嫌だ、関係なし。私はそういうの耐えられません。あのか、もうすぐです、フェリー乗り場。卵、九州。今デジカメで見せればよかったかな。デート。一人だって乗ってやりますけど、帰れます。新幹線で帰れるんで。あ、九州。どっからこれ右曲がれるんだ。中山です、横浜線の。ただなく、何が腹とかが。あれ？上の道か、まさか。新幹線、そうなんですよ。腹が？バッテリー。あ、キャラね、キャラとか。キャラとか。うわ、ちょっと嫌だな、この景色。ダム的な怖さがある。言わないようにした方が、私がついに怒り出しますよ。うわー。すごいな、この構造。構
構造でいいのか、構造物というか構造というか。お、あ、これじゃないか、よしよし、ここじゃない。車載でパパ扱いもあるな、そういえば。新幹線西明石から乗るつもりです。一番近くの、それが一番早いと思うんで、どうしように途中でサメに食われそうです。パパお呼びしないでください。ん、道、いや大丈夫です。うん、もうすぐ右に寄ります。寄ってみるよ、キサーン、プラスのキサーン。どっちだこれ、のぞみに、ああ乗り換えるかも。こうこうこう、ここ右、今のところ右展望台って書いてあったんで、こっちじゃないかな、ここの小さい細い道。そう、おしっこもありますよね。え、本当にプーさん乗ってるって情報ありました？だとしたら私は大したなんだ、道の駅あったんですか途中に。食事の時間はまず明石に渡ってから、何はともあれ泊まれ。こっちですね。大した眼鏡、眼鏡か。おお、止まってますね。止まった、あと9分しかないよ。止まった、あと9分で情報です、ね、17時、え、17時のフェリーがある。さんは新幹線、あ、これこっち行ったら階段かもしれないな。ちょっとそっち側回って。西明石19時15分だと新横22時22分ですね。19時15分、フェリーの時間が動いてるよ、時間大丈夫、フェリーが17時ちょうどなのか20分なのかがちょっとちょうどだったらどうだろう、間に合うかな。20、17もありますかね。よ、うわぁ、ちょっとこれドロップハンドのブレーキだと指疲れるんじゃないかな。よいしょ、ちょっと写真撮るだけですんで。わぁ、あ、両方ある、じゃあ20分でもいいかな。まあ間に合えば17時でも。明石から、お、あ、行きます行きます。隣の芝は青く見えるかな、谷の芝。20分おきにあるのかな、ひどい坂だなこれ。20分おき、40分か20分おきですね。私は渡、おととい渡ってくるときに間違えて乗り場で30分ぐらい待った。パパ、おしっこ来たい。はいはい。おお。西明石まで4キロだお。4キロ、うーわー、これいけるかな。止まらない、止まらない。おー。もう離島か。おー。今18時。よいしょ。すごいですね。大丈夫ですか？私のように整備されてるからな。あ、犬だ。あ、そっちです。よいしょ。よいしょ。ノブレーキ死ぬ気か。サーモドロー、ブレーキ危険、うん、登りたくない、登りたくないです、本当に。このパパ理論だと3200人近くの年上から年下の子供がいることいから、うん、上の、うん、本当だ、20しかない、ブレーキやつ切れそう、あ、20しかない、17時の道の駅淡路に入る、まあちょうどいいか。坂の町、道の駅淡路は一昨日寄りました。そこで1階の安い食堂の方でしらす丼食って、釜揚げしらす丼食って、あとビワミックスソフト食いました。
ここは人がいつ横から出てくるか分かんないからスピード出したりできないですね。それでも今ちょっと早かったかな。パパ、おしっこ漏れちゃった。はい。フェリーは40分おき、次は5時20分20分ですね。晩ご飯のカレー作ってます。そこが乗り場ですね。カレー焼きが、ええ、あのフェリー乗り場ほぼぴったりの位置に出てるな。まあ予定ルートを作ったからなんだけど。またワコードが男女でサイクリングしてやがった。今回ですね、ギリギリまで。40分おきだと思います、基本的には。パパ、頑張るわ。はいはい。あの人たちも20分のやつかな、乗るのは。はいはい。あ、乗らないんだ。参加させてもらおう。参加させて。あれ？ターミナルどれだっけ？ここだよな、おととい出てきたのは。あれ？見覚えがある風景だ。これですよね、ですよね。確か左、あ、延長できてないですか？あれ、これタコフェリー、左前方にあの、あ、ないな、ここじゃないな。どこだっけ？左。左？明石焼きとたこ焼き、どっちだっけ。まあいや、でも写真撮っとかないとな。帰りのフェリーはゴプロの確認しっかり。ゴプロの、そうですね。直進、え、どっち直進。の方だよ。南の方。はいはい。明石焼きは南が出る。あれ、あ、こっちですね。明石行きは高速線乗り場、JA もないか。高速線。フェリーの乗り場ってもっと南へ戻るんじゃないの。大きく左から。左、あ、こっちですよね。タコフェリーの方だったと、この乗り場は。あ、画面が。どっち向いてるか分かんないですね。右。右、まあ降りて右ってことかな。あ、そうそう、ついで。銭湯か。ああ、でも17時10分乗るにはちょっと。あ、でも逆に言うと風呂に行ってから18時のに乗るっていうのもあるか。上銭湯入るんだったら淡路島の方でもいいかな。どうだろう。でもフェリーのん、いや、とりあえずまた会ってしまう。17時20分で、まずはゲスだな。これで去年亡くなったんですよね。あなたの茶碗蒸し、あー、なるほど。あれかな、フェリーは特殊でどう特殊なんですか一体。左と見せかけて右に潮風に当たるなら後の方がいい。日帰り温泉ですか。潮風に当たるなら後の、そうですね、確かにそうだ。浴場放送ですね、分かります。浴場見れるじゃなかったのか、見られるって。帰り特殊浴場どう違うんだ、普通の浴場と。ま、ああ、なんか今何かを煮る夕食の匂いがした。あ、夕方頃にそんな匂い嗅ぐと、匂い嗅ぐとなんかものすごく頭の中に懐かしさが。やめてくれ。自転車そのまま乗せられます、200円で。来た来た、ここだ。まっすぐ行け、まっすぐ。うん、皆さん。昨日ロードが納車して、ロード。
お、15キロ。まだ何？17時、来たー。岩屋ポートビル。左前方の方に確か、イキウオの料理店がある、んですよね。今日夕食どうしようかな。いや、明石焼き、明石焼き。着いたー。というわけで、淡路島一周完了。なってますね。さて、じゃあ20分のがあるらしいので、はい、お疲れさんでした。とりあえずまだここから先乗ってから向こうに渡ってからもありますけど、明石ならタコ飯も美味しい。あ、タコ飯は前駅弁で食ったな。小豆島からフェリーで兵庫県の方に渡って、あの時も西明石だったかな。で、新幹線の駅弁でタコ飯買って、どっか自転車立てかけられそうなところないかな。お疲れ様です。お、自転車。ありがとうございます。ありがとうございます。888。888。家事チャイムが私には週末の音楽に聞こえる。今日の同行者の方は明石の方です。よし。あ、持って中入れます、ね。あ、そうなんでしたっけ。はい、はい、何も言われません。あ、そういや、そうだったな。お疲れさんでーす。よいしょ。約3日、お疲れさんでした。この後フェリーの話もありますけどね。あ、あそこに自転車置いてある。T サージャッツ。淡市とは言い難いと思うけど。とりあえずここに置かさせてもらおうか。よいしょ。多いですね。やっぱり一周終わった人たちがいっぱい。お疲れ様でした。よいしょ。さて、じゃあどうするかな。あ、あやちさんだ。クローン病 ?88。あ、このスペシャルは、あ、この人か。ビールが、まだ向こう行っても走るし、私酒飲めないから。じゃあちょっとチケット買ったり買われたりしてくるんで、皆さんは空でも見ていてくださいね。音量を聞く。私の音量のことじゃないですよね。読み上げですよね。騙されんぞ。この人一瞬じゃないですか。どう考えても。どう考えても。よいしょ。フルクラム。多分。じゃあちょっとあとチャットで、チャットしててください。あなた方は。よいしょ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 。どうも上向けることができないな、うまく。ああ、難しい。もういいや、横向けといて。じゃあ行ってきます。
マイクが下にぶら下がってました。よし。うん。ドイツ、ああ、全然知らないです。ない。うん。強いんですか。着替え、少なくとも T シャツは着替え、あ、T シャツに着替えます。本領上げろ、これ以上上げてどうすんだ。トリガーさんもこれからは帰宅のはずですよ。はいはい。姫路観光、姫路だ。ターマック。パパ、はいはいはい。あと9分、あれまだ来ない。
転する人本当多いですよ。さすが連休最終日の夕方。兄さん、唐揚げ。まだ来ないですね。そんなギリギリなんだっけ。場所取り、ああ確かにそうだな。まあ私の場合最悪寝かしときゃいいです、荷物あるし。今回は暑かったけど本当に天気良くてよかったな。高速船か、もし小型船だったらどうしよう。姫路は行ったことは確かないはず。前通過したっけな。寝かせる。皆さんの私の自転車いくらでも傷ついてよし。まあプラスになるようなことになければ。あ、そうだ、17時のやつは高速線なのかな。ニワトリさんって、うん、今度はまだ考えてません。サライの空へ、パパ、楽しかったね。はいはい。ジェノブア？そう、ジェノブア。ジェノ、どこ書いてあるかな。ジェノブア、はいはい。あの娘はコスプレさん。娘？夏休み終わってないよ、まだ。食べちゃいなさい。あれどっちだ？小さくない方だよな。大きい方だよな。88箇所は厳しいな。あ、すいません。来た来た。横浜で3時間じゃん。はいはい。というか、もうそろそろ行った方がいいか、行った方がいいか。うるさい。うるさい。パパうるさい。あれ確か大きい方のはずですよ。さて読み上げ、なんかゲスな人もいるから読み上げ下げよう。こんぐらいかな。うるさい。よし、32度、うわ、はいはい、うるさい。弱張り、弱張り。チャイバー、タコフェリー、どう違うんですかね。でかいんでしたっけ、タコフェリーの方が。積載量多いんでしたっけ。そうですか。マリンフラワー号って確か私も乗ってきたやつですよ。さて場所確保できるか。こんだけ飲むんだったら行きのあのフェリーのあの手すりの狭さだと取れないだろう。で自転車、特にロードバイクでかっこいいの乗ってる人は傷つくの許せないから上向ける。多いですね。よいしょ。小さい方だと本当に乗り積み残し出るんじゃないかな、出るんじゃないかな。おい、どうなんでしょう。よいしょ。あ、すいません。さてちゃんと録画できてるよな。大丈夫大丈夫。あ、すいません。あ、雨降った。みんな一緒に帰ってるな。対面的一緒になってる。あの人知らないですか。こんにちは。挨拶。やっぱこんなやつだ。うん。235人のやつだ。多分同じやつだ。これ全く同じやつだ。はい、おっと。うわー、やっぱり一緒。あ、すいません。
やっぱり厳しいな。倒しとっか。これはエイツさんのやつだよな。ナイスアーツ。よいしょ。潰れるもん入ってたかな。おかしい。あ、すいません。あ、薄皮半端が今下敷きになってるな、これ。ということで、これで。人の上に重ねていいかどうかって分かんないからな。よいしょ。その代わり早く降りてこないと。あ、そうだ。よいしょ。危ない。トタハイ忘れるとこだった。パンの安否がちょっと気になるところではありますね。よいしょ。これ確かあやつさんのやつじゃなかったかな。そのまま便利ですよね。トータル20分ぐらいの節約にはなる。よし。だろう、こう行ってこうだから、夕日は左側だけどどっち側でいいかな。で、読み上げが全く聞こえないな。なんかそれはそれでいい気も今してるけど、なんか今の気分的にはまだ全然だな。じゃあ眩しいからこっち側で正解かな。多分声を上げて、あなたはうるさいです。と私はその悪意を持ってることを前提に言ってますけど、悪意なかったらすみませんね。はい。あ、そうだ、これもしかしてこう風の音で聞こえないのは音を上げても解決しません。わかるかな。わかんねえだろうな。あ、もしかして他の単位は厳しいですよ。っていうか、他の車載操作で見てて、これ面白いのかって思ってたんで。古い。わかる、あなたも古いわ。昨日食い放題でしたけど。佐渡島行ったことあります。佐渡島は、船に行ってこうで2日半で回りました。私が今こういうものなんですね。小豆島着いたし、早いですね、あなた。これじゃ見えないな。あ、離れた。今はですね、1週間単位になるのが怖いんだよな。してます。ちゃんと録画できてます。 OK、 オープン OK、 録音も OK だよな。録音は
間10分。OKOK。淡路島さよなら、次決めてない。淡路ネノバラインをご利用いただきありがとうございます。本線はただいま、奈良港を出港いたしました。これより旭港に向かいます。所要時間は約13分の予定です。船内には毎日に備えて各種救命設備を備えておりますので、船内に掲示してあります案内をご覧くださいませ。船内において不審物を発見された場合は、変わらず速やかに電話でご連絡ください。ただ今朝あの鳥柄さんが渡ってくるときもすごい風だったらしいです。おタバコはご希望ください。しばらくの間快適な水の旅をお過ごしください。フェリーで和歌山って徳島から和歌山あるの？淡路島からはないだけど、あでもあってもなくてもおかしくない。あ、そういえば確か支度来るとき電波なかったですよ。今度はどうかな。変わらないとは思うんだけど、よかった、淡路島。さあ、電波で行けるかな、どうかな。なぜならば iPhone の電池が切れてるからだ。まあ分かりますよね、大体の位置はこれ見りゃ。とか面白かったですね。淡路もなかなか情報量が多い旅でよろしかったな。どうしてした。いやちょっと待った待った、まだ早い。これは多分行きはゴール、ちょっとうわー塩塩しぶきがすごいな、これ TC にかかる。電波ないかな。逆だ、なんか iPhone 切れてます。あじゃあこれでどうだ。ここも下げよう。どうだどうだ。つけないかな。ダメかな。今思いっきり画質も音質も下げたんですけど。ダメか。あ、電波来てる、電波来てる、電波来てるよ、今来てるよ、来てる来てる。おぉ拳をこっちにはない。これ今思いっきりレード下げてやってます。多分いねー。こっちの橋脚は単純な形してますね。早いな。160、120だとどうなんだ。見えました。今チューニングした甲斐があったな。電車は通ってないと思う。素晴らしい。なんとか落ちてたんだろうか。電車で通るような感じですね。
と iPhone が電池切れてます。おい、切れる切れる。うわ、塩水だ塩水だ。塩がすごいな。かぶりますね。下の自転車もっとひどいんじゃないですか。え？下の自転車もっとひどい状態に。ああ。そうですね。まあすぐに乾かせば。あ、夜景か。夜これ持って良さそうだな。あと320ぐらいするか。これだとちょっと映像来なくなるかな。全然小さい。わあ、しぶきがしぶきが寂しそうですね。小袋入れてる人がいたけど、そういう意味が、そういうつもりがあったのかな、そういう意図が。淡路島は振り返ってなかったという考えたら。書いてあったんで、どっかに。わあ、しぶきがしぶきが床にかかってきてるもんな。確か取られるはずですよ。うん、そうですね。これ GoPro にもかかったら後が大変だな。あんま取れなさそう。このレンズは出っ張ってるから、どっち側から塩がかかっても大体着地そう。で、本当に繋がらなくなった。ご乗車いただきありがとうございます。まもなく旭港に到着いたします。本線着岸の際は、多少のショックがございますので、船が完全に停止するまで、お席をおかけにならないようお願いいたします。ご乗車の際は、お足元に十分お気をつけください。本日は、淡路目の前へのご利用いただきまして、誠にありがとうございました。何だ今、あ、上のあれのとこはバタバタバタって、駅にも聞いたの、あれ。なるほど。 FMA に試してみるかな、このタイミングで。もうすぐ OK でね。どうだ、いけるか。ああ、ダメだ。ちょっと読み上げ下げないと。
入る。ニューって書いてある。試したけどダメでしたね。やっぱ繋がらないな。早いな。ダフって。フェリーがまた使えちゃった。結構クラゲがいるな。水クラゲかな。いっぱいいるクラゲが。じゃあ一応先に出さないと出せなくなる人もいるはずなんで、まあ入りなさいませ。3日間フルに使わないともったいないじゃないですか。今接岸あれまだしてないか。神戸に中華街ってありましたっけ。知らなかった。よいしょ。濡れたかどうかっていうとあんま濡れてないな。ほぼ濡れてない。明石城跡は行きました。初日に白はろくに見てないけど。さあ何を食べるかですね。海外か入れてませんね。なんで濡れてないんだろう。よいしょよいしょ。到着。ふう。ああ飛べるように改造してほしいな。すごいな自転車の数。どうですかこの数で。カメラの向き合ってますかね。あなたはほらあのでかいバッグ背負ったあのカップルも撮りましたね。何かの活動している人ですかと聞いたら、いやただ趣味ですというふうに言われてた人。疲れ、一周した人は本当疲れてるでしょうね。慣れてる人ならともかく。そうバグカップルの人、バグカップルとか勝手に名前つけんな自分で。セルフツッコミ仲間。ジェノバラインの明石港かに到着。行くのであった。橋でバス、電車はどこから乗るんでしたっけ。西明石からのつもりなんですよ。であとその前に明石焼きを食いたいと思って、はい、といっても明石焼きのなんかいいとことかご存知ですか。地元の人間が知ってますけど、けど時間はどうです。いやどうせ19時台じゃないと新幹線乗れないと思うんで。でも新幹線予約取ります。食べながら取ろうと。食べながら取る。ええ、まず落ち着いた場所で。私そうそう、あの地元の人だからといって名物のうまいとこ知ってるかどうかっていうと別かなと思ったんですけどね。大体の場所しかわかんない。ちなみにどっち方向なんですかね。明石方向。私が住んでるの。あいやあのそのお店があるっていうのは。お店はねここから。ええ。西明石との西明石駅との間にあるんですかね。
いや、めっちゃ近いです。あ、そうですか。本当にあー、ああれ、さっきあったの覚えられてるのかな。うん、かわいいな。卵焼きで開けていいんですか。あとなんかセットとかあるんですかね。セットというか、でもまあ明石焼き、あ、卵焼きのがメインであれば特に。ちょっと時間が、ええ、時間っていうか、お店結構人気のあるところって並ぶんですか。ああ、なるほど。じゃあ時間的に、あ、もう6時前だから結構。お昼時では、お昼時か、晩ご飯時なんで。時間帯ですね。卵焼きってどちらかというと、ええ、おやつもの。ああ、逆に夕食時間帯の方が少ないんですかね。どっちしろ多い。どっちにしろ人は多いんですね、その人気店は。行くだけ行ってみましょうか。ええ、ぜひ。大体の場所しか私も知らないんで。あ、店の名前っていうのは分かるんですかね。ね。あ、というか、あの、あ、そうか、バッテリー切れだった。船町。船町。ひらがなで船町。船町。船の町みたいな意味での船町で、これ iPhone が、これ充電ちょっととりあえずしとこう。 iPhone がなくちゃ私は何もできない。はい、ここだけ行って、大体の場所は分かるので。あ、で行けますかね。ええ、それで調べたら、よいしょ。あ、でもちょっとまず充電は先にやっとかないと、すいません。船町。時間かかる。あ、いつ、やっぱいつも並んでるんですね。魚。明石駅南側のお店でいいんじゃない。明石駅南側。充電始まった。よし。しかも1時間待ち。そんなに混んでるんですか。じゃあまあ一応店の前まで行ってみて、おお、人気あるなっていうのが分かったところで、一応明石駅の南側っていう情報も今あったんで。そうです。じゃあ行きますか。よいしょ。じゃあ、あやつさん失礼します。明石駅南側の魚などの商店街、魚の一帯にある。まあ、そこに行ったらどこかしらで食べられるわけですね。営業時間18。え、嘘、そんな狭い時間帯なんですか。テイクアウトかなんか。あ、でもちょっと風呂とかもできれば入りたいんで。あやつさん、昔からの自転車のホームページとかブログとかやってる人です。私は前から知ってました。切磋琢磨。あ、スピーコン料チッス。閉店時間あと20分しかないじゃないですか。ウォンタナ。あ、ウオの棚か。魚醤みたいな感じかな。テイクアウト。ああ、違いは、うん、私も多分そうだと思うな。偶然会いました、あやちさんって人と。散歩くるくるのあやちですって言われてスパッと分かった。顔はだいぶ日焼けしてますね。今日も日焼け止め塗り直したけど、もう昨日の時点で手遅れだったしな。あ、この辺りはまたなんか鳥柄さんの、あなたはそういうネタが本当に好きですね。すごい、世界狭い。世界狭いですよね。ですよねっていうか、あのホームページとかで知られてる人は結構このように雰囲気変換できない。多分人が今中淡路島で嫁さん候補を見つけましたか。嫁さん候補今のところまだ見えない。深い。あ、船町もう過ぎてる。
もう下村出たの？ってなんかコメントがありましたけど、どうかな。今回は欲張りな旅になりましたね。商店街は欲張りになりましたね。今日のレベルは高いよ。あ、レベルは。あと何パー？2、30%ぐらい残ってる感じはするな。疲れ切ってはいないですね。あ、今それはネットワークオンにしたんですかね。そうです、そうです。あの節電のためにオフにしてたの。そうです。よくわかりましたね。そう、いや私の方はもうバッテリー持ち歩き、むちゃくちゃ持ち歩いてるんで、でもやっぱ節約しますよね。普段走ってる時見るわけじゃないから。うん、あ、立ち上がった。船町、船町、北道。ちょっと待った。ちょっと待つが良い。今平林海水浴場というところにいることになってるな。どこだこれ、なんでこんなところにいることになってんだ。そっと閉じる。バッテリーだけで 1.3 2キロぐらいかな。船着き場の左、これ GPS が今ここ以前に iPhone の GPS がまともに動いてない。ダメですねこりゃ。で、鳥倉さん待ち。港のなんとかって岩屋神社、それも分かんないな。あ、でもこれ神社だったら載ってるかな。岩屋神社、なんとか神社ってのが端っこにあるな。今までで一番なんて言うんだこれ。強力、今使ってるやつです。鳥さんのおすすめ行くの？これなんて読むんだ？稲んとかかんとか神社。もがけすんな。電気がないと何もできないというのも。電気がないと、いや。電気がないと地図すら見れない。紙地図持ち歩いてないから今。だからサイバーだって言ってるでしょうが。鳥さんもガーミン。岩屋じゃないの？あ、岩屋神社？岩屋神社のを探せって言われたらその近くってことなのかどうか。岩屋神社の近くですか？と、ですか、ですか？岩屋神社の近くなんですか？岩屋ってあの、さっき出てきたあの岩屋の字ですかね？じゃあ神社さん向かいますか？うん、お宅なの？君は。うん。何探してるの？船町という名前のお菓子焼きが有名な店。でそこに入れないだろうことは分かってるんだけど、男なので行かなきゃいけない時があるという感じです。半原発ですか？それについてコメントしません。オタクなの？君はあれオタクなの？調べるわ。調べ、あ、申し訳ないです。広い道路の通りにある。電話、いや電話出てもらうのも大変でしょう。左、あ、右に来ましたけど。男なら反対側か。右、長林市、あ、長林寺向かい、この辺りだ。あそこのなんか左側に店ある。向かいじゃなくてこれ。あ、今何人並んでるかっていうと4人並んでますね。4人か。船町、ここですね。4人並んでます。じゃあとりあえずこれ入れるかどうかをチェックするので、放送はここまでかな。太陽の良いですかね。立ってる人はいません。お、見てもらってる。2、30分、あ、じゃあ、あ、ちぎ、じゃあ駅の方行きますかね。やめます。ええ、2、30分だとちょっと
腹がすいません、あの赤石駅の方にします。2、30分待ちらしいので、2、30分待ち、まあ大したことないんですけど、そしたらあなた方が騒ぐでしょう。まだかとか、いい加減にしろとか、前のやつ早く出ろとか、あのあなた方が言ってもないことを私が勝手に言ってますけど、想像で。いや、空いてなかったんじゃなくて、あ、空いてないっていうのはそうですね。駅前だと、自転車をどうするかなんですけど、有料駐車場置きます？100円ぐらいなら、100円とかだったら。100円あっという間かな。あの、ここら辺結構多いですよ。あ、そうなんですか。自転車道路が多い場所らしい。いや、申し訳ない。でもそのぐらいじゃないとやっていけないから、生主とか。不審ですよ。ん？よくない。路上に置くといたり。ああ。あと、商店街の横に置いてあったりするじゃないですか、有料。あれでもパクられたっていうのが。おお。鍵。ウォンタナ屋台か、屋台だったら外見えますね。おお。うん、カツアゲか。美味しそうですね。治安が良くないという話らしいですけど、今の話だと。ありがとうございますけど、もう終わりますよ。店見つけたら入る前に放送切ります。で、その後有料駐車場まで行きます？駐車場まで。そうですね、駅自体にはないんですかね。駅自体にはないんでしたっけ。駅自体には、あそこ駐輪場あったかな、なかったかな。駅自体、駅の、あ、じゃあまあとりあえずその駐輪場まで。あと銭湯もそういえば探したかったな。まあでも銭湯入らなくても、今この感じだったら別に入っても気持ち悪くて死んだりはしない。周りの人に匂うかどうかっていう点は、私はそれほど匂わないだろうと勝手に自分で思ってます。あ、よいしょ。あれ、こんな近くに。そうか、明石駅か。そうか、私が乗ろうとしたのは西明石駅だった。持ち帰りですか。ああ、持ち帰りで食うか。うーん、できれば店で普通に食いたいっていうのはあるかな。まあ、ああ、でもそうか、そのかな。いや、店で食おう。関西。愛知県内なんですか。そんなに自転車盗まれるもんなのかな。私がこれまでに、その人が映像も持っていかれるじゃないですか。あ、でも放送してれば別か。あ、そっちに。出しあるから持ち帰り。ああ、そうですね、確かに。その場合持ち帰りだとどうするんだろう。まあ店で食いますよ。パッキング、うん、そうですね。でもその場合は、ここで明石から西明石に移動して、あるいは新神戸の方に移動する、あるいは新大阪まで移動するって言ってもあるな。あ、袋に私の入れ物。ここでパッキングもしてもいいかな。もうそしたら風呂入れないな、もう絶対に。まずはやっぱり食おう、自転車止めて食おう。その時に考えりゃいい。新快速、ああ、じゃあ
やっぱ西明石までは自転車で移動するか。ここは一昨日通りましたね。前に、そうですね。でも放送はもう、喫煙席か。あ、これ明石駅北自転車駐車場。30分、あー、ブロッコリーね、ブロッコリーね。明石って組み込み、まあ西明石このとこに入れます。時間20件。おお、どうやって入ったらいいんだろうこれ。100円ですわ。100円。あ、じゃあ行きます行きます。前輪ブレーキ、999とかなくな。あれ、ブレーキ結構難しいですねこれ。難しいですね。案外ブレーキって固定できない。おっとっとっと、ピピリリ。船着き場、船着き場。とりあえず重要なものを持っていきます。うお、あ、線まで下がり、もう一度前輪を通過させてください。発見ボタンを押し、駐車券をお取りください。取りください。ゲートバーを押してお進みください。ゲートバーを押して、どけよてめえ、早くどけ。これで両脇が空いてないと、私の荷物だとここかな。よいしょ。そう。これ大きい。あ、これ微妙にこう傾けることによって固定させるんだ。積まれる。じゃあ鍵は一応かけて、新幹線これからです。これから取ります。悪さが。これはされにくいと思いますけどね。ぐにょんぐにょんしてるな。で、ホタファイ、あ、ナビ、そうですね。鍵をしました、もちろん。当たり前じゃないですか、鍵しないで離れるなんて何考えてるんですか、一体。で、こっちに持って、じゃあここで放送は終わりましょうかね。新幹線大丈夫、大丈夫。ダメだったら最悪明日というのでも、まあクビにはならないから。19時15分、新大阪までですね。ガーミン持ってきます。じゃあこれで配信の方終わりますね。これから明石焼き食うのはツイッターでアップしますんで、ありがとうございました。3日間お疲れ様でした私。じゃあツイッターでアップします。また。はい。お疲れ様でした。じゃあ GoPro もこれで終わります。ありがとうございました。